どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げたいテーマソングは新進気鋭アーティストのこちらの曲、ドン、バウンディの怪獣の花歌。この曲めちゃくちゃシンプルでストレートで直球にグッとくる名曲ですよ。このバウンディさんはですね、もうほんとジャンルを持たないアーティストというかですね、もうほんとすごいんですよね。引き出しが多いっていうか、まあでもどの曲もすごいいい感じ。ガズレレでもね、数曲取り上げて、レッスン動画公開させていただいてるんですけど、今回の曲、この曲はですね、なかなかウクレレに合う。本当にいい曲だと思います。なんかこうシンプルなんですよ。バウンディさんって結構こうちょっとマニアックでカルトっぽいイメージもちょっとあるんですけど、この曲はそういう概念をガラッと覆す。シンプルでまっすぐで直球。ウクレレで思いっきり弾いていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやってます。初心者の方もできます。嬉しいやつです。これはね、もうびっくりしますね。はい。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはちょっとコードが足されるのと、やっぱリズムですね。グルーヴ感。リズム、この気持ちがいい、こうノリをですね、やっぱりこうウクレレ一本で生み出せる。これがやっぱキーポイントになるかなというふうに思います。かっこいいですよ、かっこいいバージョン。はい。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど、難しくてやめちゃいましたみたいな方が、あっという間に、このちっちゃいウクレレ弾いて歌う、弾き語りができるよというレッスン動画をもうね、もりもり公開中でございます。はい、このね、すぐに音楽ができるガズレレのプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこのプログラムのリンク、ここにリンク貼り付けようと思うんですけど、そこのプログラムにこの後ジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ていただくだけで本当にあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲をもう優に超えております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名スペースガズレレというように YouTube の検索に入れていただくと皆さんの好きな曲出てくると思いますよ。さあそれでは皆さんやってまいりましょう。バウンディの怪獣の花歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン2 1 2。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌声の顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ、聞きたいんだ。もっとさ、繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ。落ちてく過去は鮮明で見せない、未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ。ねえもっと騒げ怪獣、眠れないように手を伸ばして、眠れないように
バウンディの怪獣の花嫁ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。なあ、いいですよね。これサビのさ、あのなんていうか、なんとも言えないこうふんわりしたメロディー、最高ですね。あとこのストレートなね、ロックっぽいんですよ。だからね、ぐいぐい前のめりに行くこのビート感、思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。主にどこをねショートカットバージョンにさせていただいているかというと、2番のパートなんですね。で、まずはですね、今のガズレレバージョンで練習していただくと全ての要素が詰まっております。で、これできるようになったらフルコーラスやってみたいという方は、1番のコード進行をこう書いて、2番の歌詞を書き加えてオリジナル楽譜を作ってフルコーラスにチャレンジしていただくのもすごくいいと思うんですけど、まずはねガズレレバージョンのショートカットアレンジで練習スタートしてみてください。動画に歌詞とコード出てますから、それに合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんと動画のガズさんと一緒に合わせてできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思います。これね、結構歌のねこう標高差っていうか、すごい低音から高いところまですごいたくさん使うんで、歌もなかなかしっかり聞き込んで、ね、やっていただきたいなと思うんですけど、はい、まず練習化していただいて、ガズさんの動画と一緒に合わせて、もしできるようになった方おめでとうございます。ちょっとね、そういう方はどんどん次のステップに行きましょう。できた方は今度何をやろうかというと、今度はガズレレYouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部を丸暗記するっていうのは難しいでしょうから、最初のじゃあ楽譜的なものを見て、だんだん自分の中に落とし込んでいって、でいずれは覚えちゃって、大空の下でこの魂と叫びながら歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。この楽譜ってでもどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のねガズの演奏はですね、はい、こんな感じ、ガズのねノートがあるんですね。これに今こうやって書いていきました。はい、もうちょっとしたらこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃないかという風にシェアしようと思うんですけど、今すごくいいサービス始まってます。これガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバウンディの怪獣の花嫁を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんが毎月5曲 お気に入りの曲、この曲やってみたかったんだよな、憧れのこの曲だって感じで選んでいただいて、お手元に即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、でちなみにこの楽譜なんですけど、すべての楽譜の動画、ガズレレ YouTube の動画とこうリンクかかってますからね、練習がすぐできるというね、そう画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。怪獣の花嫁、バウンディさんです。丸1って書いてあるってことは、今日はもうバッチリ2枚にわたってます。結構ね、これはね、ボリュームありますよ。はい。見ていきましょう。ここ、ここ見て、下にくるっと囲って、ガズベジオ、アルペジオって書いてあります。これ2行ね。これかっこいいバージョンはここアルペジオって風に弾き方変えようと思うんですけど、今のシンプル簡単バージョンここ伸ばした感じでちょっとやってみました。はい。コードはシンプルですよ。何回も言うけども。で、ここちょっと見てもらっていいですかね。下に、丸く書いて C、小文字の M っていうか C マイナーって読むんですけど、これかっこいいバージョンではこのコードを使います。はい。で、簡単バージョンでここ F にちょっと置き換えて、簡単アレンジにしてみたんですけど、ちょっと慣れてきた方、これ C マイナーというコードの方がかなり響きいいんでね、これ後でしっかり解説しますけど、こんな感じになってます。ここ以外はね、コード進行全部一緒ですから。はい。じゃあこんな感じで、カメラに映しておくので、一時停止してノートなどに書き出して、ゆっくり練習スタート。あるいは、さっき紹介させてもらったガズクラブで入ってもらってですね、このノートの楽譜を、
ダウンロードしてすぐに練習開始していくのもいいと思います。これちょっとガズのノートの特徴ですけど、この思い出すのこの出すのところ上に点がついてでしょ、この和の和の上に点がついてでしょ、君の身の上に点がついてでしょ、これがリズムなんですよ。思い出すの和、君の歌、うん、こんな感じ。これ V は休符です。はい、会話よりもみたいな感じで、この点とこの隙間とかも全部ここに表現されてるんですね。あとこう伸ばすとか、こういうのも歌詞カードにはない表現がたっぷり詰まったガズ独自の書き方があるんで、このノート楽譜にもかなり情報詰まってますからね。ガズクラブでこのノート楽譜ダウンロードも活用してください。はい、ひとまず時間ある方はね、移してみてください。まずはここの A の1番 A の2番、この雰囲気かっこいいですよね。途中からリズムが、ここから伸ばしてて、ここからリズムが入る感じがかっこいいです。はい、じゃあここ B メロですね。ここ止まるとか書いてありますね。はい、この歌のリズムって歌のタイミングはやっぱりちょっとよっぽど聞き込まないとですね、すぐ聴いた瞬間って感じじゃないですけどね。はい、ここはサビ、このサビのメロディーはね、気持ちがいいですよ。はい、ぜひぜひこれはね、ものにしていきましょう。ここ騒げ怪獣の歌、もうね、頭ぐるぐる回っちゃうやつです。はい、この4行サビやって、で次行くんですけど、ここを見て1、2って書いてあるね。これね、サビ1はですね、2回繰り返します。で1回目に出てきた後はこの丸1を歌詞で歌っていきます。1は落ちてくっていう感じでブリッジパートに飛びます。本来はここでね、2番が始まっていくんですけど、はい、これはガズレレショートカットアレンジです。ここでまあ一応ブリッジパートというところに、突入していきます。落ちてく過去は鮮明でっていうところ、ここもですね、この2行伸ばしてますね。これちょっとメリハリですね。はい、伸ばして演奏していく。でここでまたリズムが加わって、このブリッジパートはね、ここ弾けて4行はあるんですね。でこれ同じなんですよ、歌詞は一緒なんですけど、この2回目の最後の2行はですね、リズムが入った感じになってて、でこの最後のところで、ここ最後止まって、またサビに戻る。ここでサビ1へ行くんですね。でかっこいいバージョンでここダタタタタって決める感じでやって、バッと C で止まって、ね、もっとというふうにサビ1に戻ります。はい、サビ1っていうのはここですね、さっきやった。でここもう一回バーってやってきて、今度ここまで来たら、今度見て丸2、今度ここでねえ僕ら、あ、これ2回目はこうねえ僕らをやって、そしてこのラストに、突入していきます。はい、ここもね、最後ラストっぽくこうバーッと畳みかけるように、エンディングに向かっていきますよという感じで、突き進む感じでいって、最後ここエンディングとしてこのラストこう回して最後伸ばして終わるというのが、ガズレアレンジになっております。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日はね、入門コード5つです。たった5つ、嬉しいやつですね。読んでいきます。 C と Em と F と Dm と G7 で、かっこいいバージョンでさっきも言ったけど、この C マイナーというコードを使っていきます。はい、今映ってるこの5つはですね、ガズレレではめちゃくちゃ入門コードのグループですよ。これ初心者の人でもすぐ弾けるコードです。ちょっと今日はこれ紹介させてください。はい、これガズレレ必須コードです。これはね、一体何かというと、ウクレレ始めたいなと思って初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個もあるのかいと思うかもしれないんですけど、これ入門コードだから1個ずつ見たら超簡単なんですよ。だけど10個いっぺんにボッと一斉に覚えようと思うと、もう何がなんだか頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。ここにちょっとその動画のリンク貼っとくんで、この動画でね、10個のコードを覚えちゃうのをおすすめしています。今日はその中から5つ、コードが出てくるよということで、コードは簡単ということで、今のシンプル簡単バージョンは演奏だけはかなり簡単だと思いますけどね。ただし、はい、歌、この歌がですね、シンプルストレート、いわばバウンディさんの曲にしてはすごくシンプルでストレートで分かりやすい曲だと思うんですけど、それにしたってやっぱりね、新感覚のね、もうセンスの持ち主ですから、この言葉の入るタイミングとこの歌のメロディ、ここはですね、すごい絶妙なところがたくさんあります。しっかり聴いて、気持ちよく歌えるようになってからかっこいいバージョン、入っていけるように、まず4つ引きで、ね、歌の確認をしっかりしていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。ゾイ、かっこいいバージョンは1個だけコードを追加し、 A メロで入ってくるんですけど、この C マイナーということ、なかなか出てこない C マイナー、これちょっとどうやって押さえるかやってみましょう。まずはですね、この C のところと、あとこの真上、あとここの真上、要はこう1弦と2弦と3弦の3フレットも、まあこう部数はこうやって押さえるんですね。こことこことここで、4弦は開放弦、そのままこういうちょっと不思議なコード C マイナーです。このコードですね、でこれもちろんこうでもいいですよ、1本ずつでもいいですけど、
はい、ガズはこうやって押さえちゃう感じ。ちょっとこれ工夫してみて、この薬指で押さえる人はこういう風にこういう力の動きをこう加えたテコの原理を使ってますね。グッと逆にここを親指のこの内側のところをこっちに押し付けて、こうテコの原理を使ってひねりを加えると結構押さえやすかったりしますね。なんでちょっとこれね、 C マイナーはね、いろいろ癖があるんですけど、 C から C マイナーっていうコード進行になるんで、こんな感じでガズはちょっと弾いてみました。もちろんこれでもいいですよ、1本ずつでもいいしね。はい、これが一応おすすめからどうだろうな、まあ人それぞれだと思うんですけど、はい、この C マイナーというコードを、ちょっといろいろ研究していただいて、なんとかこの響き、不思議な響きになるんですよ。使っていきましょう。はい。で、リズムなんですけど、今日出てくるリズムはシンプルです。こちら、トン。アルペジオと、8ビートの、じゃあ、この2つのリズムでやっていこうと思います。かっこいい場所。この2つのリズムの解説、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんです。その中に、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされているんで、じっくり見て研究してください。で、ちなみにこの2つのアルペジオとか、8ビートのチャっていうのは、ガズレレの中でももう基本中の基本、一番出てくるリズムなんでね、ぜひこれは押さえておいていただきたいなというふうに思います。アルペジオっていうのはつまり、ね、分散和音っていうふうに言われるやつ。こんな感じ。つまびく感じのやつですね。はい。これをですね、A メロの一番最初の、この2行にわたって、この一番最初のバースは、ちょっとアルペジオでね、ちょっと表現したらいいなという感じで、ガズレレでアレンジしました。で、あとはもうずーっと淡々と8ビートのチャ、あとは伸ばすっていうところ出てきますけれども、この8ビートのチャはね、心地いいというか、小気味いいっていうかね、前のめりにこう、ぐいぐいパワフル感を出すリズムとしてはもう最高なんですね。どんな感じになるか。思い出すのは君の歌、歌うな。これちょっとね、疾走感あるんだけど、力を入れるっていうよりは、スナップを効かせて、スパーンとこうね、なんかこう、なんか跳ねていくような感じで弾けるのがすごくいいから、力はいらないですよ。こう瞬発力というか、こう振り抜く速さみたいなのがすごい大事になると思いますね。体を。気持ちがいい。これドライブ感をすごい意識してやるのがいいと思います。はい。この2つのリズムを使って、この、曲、怪獣の花歌歌っていきましょう。でね、これね、もう解説っていうかね、もうあんまないんですよ。めちゃシンプルで、うん、唯一1回出てくるのが決めっていうかですね、まあ、止まるっていうのは曲の中で出てくるんですけど、まあ、さっきも言ったように A メロの中で C マイナーというのコードが出てきます。そこは要注意なんですけどね。あとはね、ブリッジパートの一番最後でちょっと、決めみたいなのが入りますね。そこちょっとやってみましょうか。ブリッジパートの後半だけやってみようかな。ワン、ツー。落ちてくる過去は鮮明で見せない未来は繊細で生きていく意味はどうかな。ここにダダ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 ダねえもっとあこんな感じダダ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 ダで止まる C でね。ここだけが唯一の決めみたいなところありますね。あとはね、もうほんと8ビートのチャをこうドライブ感満載で疾走感満載でこう突き抜けていく、こんなイメージだと思います。はい。これがまたね、男らしくてストレートでいいなーっていう感じが、その中でこう歌がね、もう自由自在にこう、なんていうかな、ダンスしながら歌っているみたいな、そんなムードがありますね。はい。この、ちょっと歌詞も可愛らしいしね、なんか、あ、そうだ、可愛らしいというか、ちょっと、ガズさんのこのイラストも見てください。これめっちゃ可愛くないですか？はい。怪獣の鼻歌ですか？怪獣をちょっと描いてみました。はい。そんな感じですね。このね、やっぱり独特の世界観はやっぱり皆さん、プロモーションビデオとか、バウンディさんの映像を見ていただいて、なんかそういうね、共有感を持って、このフィーリングをこう、シェアしながら、感じながら連想するのがすごく大事になると思います。あとはドライブ感とか疾走感。これがキーポイントかなと思います。さあさあ、やっていきましょう。バウンディの怪獣の鼻歌、ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、ワン。思い出すのは君の歌会話よりも鮮明でどこに行ってしまったのいつも過ぎ去んだよ思い出すのは君の歌歌わろう顔が鮮明で君に似合うんだよずっと見ていていいよでも最後に見たいI'm not afraid to die.
鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく日々には届かな君へ落ちてく過去は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく日々には届かな君へねえもっと騒げ怪獣怪獣の花歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうこれはですねもう体をこうなんていうのかなもうグルーブとこのストレートにもうなんか変にテンション高くなってますけど、はい、やっぱその感じがねグイグイ伝わる感じがやっぱりいいかな。でも力を入れるんじゃないんですよね。ここのね違いが分かっていただけると嬉しいんですけどね。力ではないんですけど力強いというかですね疾走感があるこの辺の感じのね演奏をちょっと心がけてぜひとも挑戦してみてください。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけどこれアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけどこの中でね楽譜がねいろんな楽譜が見られることになってるんですけど1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたりメトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとかもう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございましてさこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつでこっちはかっこいいバージョンのねさっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますのでちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけどこれがものすごいベストセラーになってましてありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけどやっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さんもちろんインターネット書店さん Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったりこれについてる水引きなんですけどこれ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとかまあいろいろそういうこともあったりとかまあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のこと分かると思うんですけどとにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けてまたそれもね YouTube でもアナウンスしてますけどとにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうねガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんでこれもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。